はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、マーラー交響曲第6番の解説を始めていきたいと思います。今日は第3楽章2回目、98小節目から182小節目までを解説していきます。98小節目からテンポが少しゆっくりになります。で、ここから8分の4拍子、8分の3拍子が交互に登場しますが、楽譜によってはソロになっています。オーボエのガイドが書いてありますので、それを参考にしていただければ問題ないと思います。ベースは108小節目の1拍前からあります。で、最初4分の3拍子となっていますが、これを8分音符単位で言い換えますと8分の6拍子となります。で、ここもカウントは8分音符単位になりますので、数えますと1、2、3、4、5、6、8、このようなカウントになります。その先109小節目から聞きますと、次も4分の3拍子になります。最後3つアクセントがついていますので、今ボイングは指順で弾いたんですけれども、この差をつけるためにあえてダウンダウンダウンと弾く方法もあります。114小節目からのボイングもダウンからの指順となります。オーソドックスに意味順で弾くようにしてください。で、117小節目はピチカート、ここはフォルテになりますのではっきり出すようにしてください。121小節目、123小節目はフォルテ、ディミネンドピアノになっていますので、ここも当然、次も同じようにここはダウンアップと弾くようにしてください。続いて129小節目から演奏します。アップ入りでしばらく意味順となります。4分の3拍子いきましたところは、アーから始まる8ポンプのフレーズのスラーはアップとなります。で、すぐピアノに落とします。この音量の落差をはっきりつけていただきたいと思います。135小節目からのボイングは少し変則的になります。その最初のポルテをダウンで弾いた後、次の8分の3拍子になったところはアップ入り、で、次の小節は、はい、で、またダウンで弾き直した後、次の8分の3拍子をアップダウンアップとします。で、またここはアルコピチカートの繰り返しになります。で、最後のこの A からこの D は開放で取ることができますので、左手が使える方はこちらで取っていただいても構いません。149小節目からのボーイングは、最初の F はダウンからでもアップからでもどちらでも構いません。で、アップで入った場合は、次の150小節目を次のボイングと兼ね上がりますと、ここはダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。それ以降は指順ですね。最後に指順で終わる方法もありますし、あるいはアップアップと終わっていただいても構いません。157小節目からのボイングは、弾いたところまでは指順ですが、次の159小節目、四分音符がピアノに落ちますので、ここをアップで弾き直しを行います。ここからの2小節間はアップダウンアップダウンと弾いていただきたいと思います。162小節目からは、最初のハーはフォルティシモになっていますので、ダウンで弾いた後、次の2拍目の四分音符もダウンで弾き直しを行います。で、ピアノに落ちたところは途中で介入していただいても構いません。その先は、で、次は8分の2拍子になっていますので、間違ってカウントしないように注意してください。その後も、あとはオーソドックスに弓順で弾ける形になります。180小節目からのボイングは、最初メゾフォルテからディミネントで、最終的にはピアノ3つになるまで落ちますので、最初の入りをダウンで入った後、あとは逆弓になりますが、アップからの弓順で弾いていただきたいと思います。ポジションなんですけれども、最初装飾音がディストで、その後の大きい音符がアーになっていますので、ここは異変をしてしまいますと弾きにくくなってしまいますので、ここは必ず A 線1本で取るようにしてください。 1,2 でも構いませんし、 2,4 でも構いませんので、このディストアーのこの形は A 線1本で取るようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分は8分の4拍子、8分の3拍子など目まぐるしく拍子が変わっていきます。特に4分の3拍子は間違って8分の3拍子と同じようにカウントしてしまう可能性もあります。で、もしこの4分の3拍子がややこしいと考えるのであれば、8分の6拍子と書き直すと相当わかりやすくなりますので、もし間違えてしまう場合は、このように書き直しを行っていただきたいと思います。
第3楽章2回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。